でよろしくお願いします。まずはじめに祭りのスタートの曲になりますシャギリ囃子から聴いていただきます。では開花という曲を聴いていただきます。開く花と書きます。神社皆さん知ってますか、こちらから稲敷にございます大杉神社に伝わります安波囃子、海の航海の安全を願う太鼓になります。それでは聞いていただきます。
もう踊らないって言ってたんですよ。神社に伝わりますお祭り大塩祭りで奏でる御輿の道中を清めながら歩きます太鼓になります。道中囃子、それから跳ね込み太鼓、送り囃子、3曲続けてお送りいたします。神社に伝わる太鼓の先導の太鼓をご覧いただきました。ね、戻るボタンがない、続きましては、小桜が石じゃなかったな、小桜ファインダーはあんまりつかないですね。あ、そうか、モニターですか、
高架下でしょ。高架下で自動電源クリームモード。はい、お待たせしました。続きまして「コサクラ返し」という曲で「まといの舞」をご覧いただきます。ミラレスのミラレスの。それに間に合うせいで一生懸命今時間調整しております。大量節、皆さんご存知の大量節をご覧いただきます。踊れる方おりましたらどうぞその場所で踊っていただきたいと思います。はい、ドジがおりまして転んでおります。はい、はい、前も見ないで歩くと転びますよ。皆さん気をつけてください。はい、それでは大量節。はい、ありがとうございます。うちの場合は男踊りで皆様にご覧いただいております。最後の時間になりましたので、早バカ林、別名早打ち太鼓とも申します。表示されちゃうんで、私たちの新校長の太鼓です。これで全国1位になった経験もございます。はい、それでは頑張りましょう。最後の曲になります。最後のところですね、締めの曲になります。早バカ林、聴いていただきます。帰ってこっちで買いに行ってるんですよ。ああ、ね、うまくいくとね、あ、11月か、you
席運ぶ、あの記者席迎えしない。そうですね、最高ですね。これこのアイディア僕もやったんだけど、はい、みんな真似して。はい。立ちっぱなしじゃないから、はい、楽です。